オナホの秘密基地。ピューン。どうも、皆さん、こんにちは。オナホです。今日のガンプラは、んー、カルテ！プレ版、HEUC、ガズエロ、ガズレズ。はい、中央でね。今日はね、このね、ガズエロ、ガズレズをね、レビューします。これね、プレ版ですね、プレミアム版ですね。はい。もう、正真正銘、この HEUC のね、プレ版の最新作ですね。はい。で、あ、ちょっと待った、ヘガ出る。ヘガ出る。はい、中央でね。で、今日ね、開封する前にちょっと言いたいことがある。それはね、本当にさ、本当にマジで頼むけど、この前言ったじゃん。13条例で厳しくなると。その、動画の、何 ?YouTube の動画が本当著作権無視すぎると。そんで第13条例っていうめちゃくちゃ厳しい条例が出て、それだったらね、ネットに動画を上げなくなるかもしれないって言ったじゃん。ね、それ以前にさ、YouTube の動画ひどくない？マジで。もう右を見ても左を見てもさ、何？やらせ？釣り動画？詐欺動画？その迷惑動画？もう下手したらもう犯罪すれすれ動画？うん。ほんと、公衆の面前で通行人やらお店の人やら警察官に迷惑をかける、もうクソ迷惑動画？うん。あとほんと、エロ動画とかさ。うん。まあ、エロ動画も OK なんだけど、まあ、ウェルカムなんだけど、そういうさ、人に迷惑をかけるさ、腐れクソ動画が多くてさ、本当になんかもうね、不快。うん。もう YouTube ってそもそもさ、キッズが見てんじゃん。ね。キッズが一番リスナーとして多いのにさ、そこにさ、そういうさ、教育上良くないさ、クソ犯罪スレスレ動画とかさ、エロ動画をさ、アップするってさ、どうなん？それってさ、おもちゃ売り場、おもちゃ売り場って子供が言うじゃん。おもちゃ売り場にさ、バイブスティックをさ、並べるようなもんじゃん。ね。それ見たさ、子供どう思うよ、そのバイブスティックが置いてあったらさ、とちっちゃい女の子がさ、ねえ、ママ、この新種のニョロニョロみたいなの何？って聞いたらさ、お母さんだとさ、そう？ママわかんないって言うじゃん。ね、それを聞いたお父さんがさ、嘘を言いなさいって言うわけですよ。そういう微笑ましい会話がね、できちゃうわけ。で、そのちっちゃい女の子がさ、将来大人になって彼氏と付き合った時にさ、その彼氏がさ、バイブスティックを使おうとしてるさ、あ、これあの時おもちゃにあったやつだって言って。ママ、私に嘘ついたら絶対ママ知ってたみたいなこと言ってさ、親子関係にも刑事化しちゃうの。まあ、そういうレベルでさ、もう迷惑をかけるにもかかわらず、もう本当に迷惑動画、犯罪するすぎ迷惑動画とか、そのもうエロ動画、もういい加減しろっつうんだよ、お前。なあ。そうなっちゃうから、俺ね、取り締まろうと思ってさ、そういうクソ動画をさ、そういうクソ卑劣な、本当に、子供の教育上良くないクソ動画を出してるやつを取り締まりたくって、ちょっと委員会を作りました。委員会を発足しました。うん。で、まあ、この偉大なる偉業なんで、一人では無理だから、そのね、4人でやろうと思ってる。4人つっても別にあれだ、俺が発足したかもしんねえけど、上下関係はないからね。俺はこのヘルパーとして、司会みたいな感じでさ、会議はないんだけど、4人でさ、このそういうひどいさ、動画を取り締まろうと思って、そういう委員会を作りました。で、メンバーはまず俺と、カツケンさん、あとザキシモ TV さん、あとチサモさん、この4人で、この4人の変態で変態を組みます。で、その委員会なんだけど、ちょっと名前長いんだけど、誠実かつ、公共の場にふさわしいかつ、社会に貢献する映像の制作を推進する委員会。ちょっと長いんだけど、もう一回言うぞ。誠実かつ、公共の場にふさわしいかつ、社会に貢献する映像の制作を推進する委員会。ちょっと長いからこれね、略すとね、成功者制になりますね。はい、中央でね、早速解放してよいしょ。はい、あっけーろ、あっけーろ、おまたもあっけーろ。はい、中央で今ね、飲み会が終わったばっかり酔っ払ってます。はい、何言ってるかわかんないけど、取り出すめんどくせえよな。はい。あ、開けない、箱みたいな。ちょ、酔っ払ってるから頭の中のプロンターがもうぶっ壊れてるから、はい。まずね、こんな感じですね。うん。ガズエロ、ガズレズ、はい。HG、なんかもう使い回してるから、これ。うん。このマジックで書いてあるね、このダブルゼータのこの、ゼータの文字、はい。131、おかしいからね、この番号がもうすでに。はい。こんな感じですね、箱は。うん。あららら。ねえ、ない、突き忘れた。突き忘れした、これ。突き忘れした。あららららららら。あららら。はい。うん、この H 書いてありますね、そのところは。はい。はい、取りますね。はい。仕上げね。はい。あれ。さっきのじゃあ開封していきましょう。カメラの位置が悪いな。はい。
開けますよ。開けろ開けろ、お待たも開けろ、ドン。はい、今日はね、パンティーとか入ってませんから、はい、ランナーがぎっしりホワイト、綺麗になるよ。濁ったホワイトですね、濁ったホワイト。そしたらね、だんだん精子が濁ってきますからね、そんな感じですね、はい。ランナーが1枚、2枚、綺麗になるよ。ポリキャップ、綺麗になるよ。あ、これが新規パーツですね。元々はね、ガルバル、ガールパンティーベータのキットに、これを使わせただけなんですよ。うん、リベコキットなんでね、これ。ガールパンティーベータのリベコキットですね。だからこれが100円分ですよ、ね。これですね。キンキパッド、キンナルラ。デカール、キンナルラ。で、まあ、昔のキットはあれなんだけど、なんか、袋に入ってるのがあるんだよ。何なんだろうね、これ。これ、袋に入れると、あれかな、ギリギリ600円じゃないのかな。ギリギリ603円とかなのかな、これ。グレーン、キンナルラ。はい。ちょっとね、もうどうでもいいことは喋りすぎてるからね。一回組んじゃいましょう。はい。これを組むと、そう、説明書だ。はい。見たいでしょ、これ。説明書。はい。ということでね。あ、よし。説明書、いや、こんな感じですね。うん。昔のね、説明書なんだけど、アニメのこの、クオリティ高いね。今のドラゴンボールスーパーのはよっぽどクオリティ低いよね。はい。まぁ、こんな感じですね。はい。というわけでね、これを組むとこうなります。もう過去最長だね、この前置き。キレラリン。イェーイ、できましたー。トーミックです、中央で。プレ版限定 HUC ガズエロ、ガズレズ、完成しましたよねー。正面はこんな感じ。側面はこんな感じ。背面はこんな感じ。好きなアーティストは大月健二ってことだよね。やっぱさすが HGUC ですよね。色分けはほぼ完璧。もう塗るところないですよね、これ。はい。塗るところないってね。てめえで腐ってたから死ねえバカってね。まあ入れられますよね。もう色真っ白ですね。はい。まあこれはね、きっとしょうがないですよ。うん。これはもう多分塗り、もうほら、色がさ、こんなんじゃん。ね。だからあれは大変だよね、塗装が。だから多分ね、あえて白にして塗りやすくしてくれたんだと思うよ。うん。ただ実際プレ版で出てもね、2個セットとかじゃないんじゃないかな。だからここ白かもしんないね、本当に。うん、塗りやすいように。まさか2体セットとか、1個ずつ出るってないと思うんだよね。多分だけどね。うん。というわけでね、これバンダイさんのね、心ですよ、これ、はい。でね、せっかくなんでね、ちょっと、この HGUC のね、先に発売されたこのベースキットのこの、ガールパンティーベータもね、ちょっと見てみましょう。はい。こんな感じなんですよ、比較すると。うん。やっぱ、元のキットがいいだけあっていいですね、こっちもね。はい。うん。武装としてはね、この、格闘の武器が多いですね。うん。例えば、ほら、この肩のね、このバックパックについてる、バックパックじゃねえやな、バックパックについてる、この、これ外れるんですよ。間違って接着剤つけてなければ外れます。アクシデント、くっついちゃってる。あ、こっちは取れた。まあ、こんな感じで取れるはずなんですよ、本当は。あ、取れた。あ、取れた。よかった、取れた。取ってからの、はい。まあ、これ、わかります？これを、こんな感じで、パーツが。パーツが、どうこれ、これは3日だった。これはね、これ、こんな感じで、合ってるかな？こんな感じで、連結して、でもポロポロポロ、こっちにじゃねえよ、このクソがや、クソカスが。まあ、こんな感じで、まあ、連結するという感じでございますね、はい。間違ってんのかな、これ。なんか緩いぞ、やたら。こっちか。こっちに入れるのか、これ。ねえ、入れる穴を間違っちゃったら大変な感じだね。うん。入れる穴間違っちゃうってありそうだからね。なんせ女の体は穴だらけだからね、ほんと。男より穴が一個多いからさ、間違っちゃうもんね、入れる穴が。はい、よし、完成した。はい。こんな感じでね。ガバガバじゃん。どんだけ遊んでんだよ、お前。ガバガバだよ、お前。ガバガバ。ガバガバ。で、これヒートランスですね。これまあ、共に持たすことができると。こちらこのね、
大型のこのビームランサーかな、これ。これあのね、ビームカノンとしても使えますんでね、はい。まあ、元のね、あのガールパンティよりはるかに性能が向上していると言っていいでしょう。まあ、こんな感じですね。まあ、元じゃないんだけど。まあ、こんな感じなんですよ。はい。武器はこんな感じだ。あとこれですね。はい。作中だとね、このビームサーベルとビームランスしか持ってなかったような気がするんだけど。まあ、一応ね、あの、ビームライフルもね、ついてくるんですよ。まあ、もちろんこれガールパンティのね、余りのパーツなんだけど。うん。というわけでね、いかがでしたでしょうか。はい。皆さんもね、プレ版結構ね、いい機体あるんでね、買ってくださいよ、ほんと。プレ版ほんとね、ちょっとね、それが思うんだけどさ、バンダイさん言いてんだけどさ、なんでそれがプレ版でさ、なんでこれが一般販売なのみたいなね、わけのわかんない現象が起きてるんですよ。例えばさ、ガンダムウィングのさ、エンドレスワルツ版のさ、カスタム機、うん、ヘビーアームズカスタムとかさ、あとはそのアルトロンカスタムとかさ、そういう、なんだ、カスタム系がさ、みんなプレ版に行っちゃったじゃん。なんなのあれ。意味わかんねえんだけど。あれ別に一般販売でよくねって思ってんの俺だけ。うん。あと、リゲルルもよ、プレ版にしやがってよ。なんでわかんないもんな、プレ版にすればいいってもじゃねえんだよ。悪いけど。うん。マジでね、頼むけど、ゲーマルクをね、もしプレ版にしやがったら、ね。ゲーマルクをプレ版にしやがったら、マジぶち切れるぞ、俺。ぶち切れて、もう二度と、もうガンプラ買えません。嘘を買えます。はい、ということでね、オナハでした。本当に長かったね。長くてごめんね、本当にもう。なんかこれすでにほら、カタカタしてんの、ほら。でもほら、もう、ぶっちゃけさ、キューキットさ、悪くなくない？なんか、悪くないよね。かっこいいよね。やっぱさ、これまあ、ゼータの時のガールパンティーベータに、100円分のパーツを追加しただけなんだけど、とはいえ、やっぱゼータの頃のさ、キットってさ、この前先日紹介したこの HDUC のこの、ディジェと同様さ、ポテンシャル高くない？ゼータ時代のキットって何気に良作ぞろいだよね。うん。逆にダブルゼータのさ、時代のキットってなんかいいのないんだよな、あんま。みんな問題あるキットばっかりでさ、R ジャジャとかさ、これ R ジャジャ、R ジャジャとかもうひどい感じでね。ほんとさ、もっと頑張ってよってちょっと思った当時から、ほんとに。うん。まあ、ドーベルジもね、バウも出来ひどかったからね。見てみるね、これ。ちょっと見てみ、ほら、これ。こんなんだぜ。出来の悪い子だよな、R ジャジャ。あれ、ハンマー？うん、これもな。この、ハンマーこの出来が悪い方でしたよ、これ、ほら。比べてみ？このディジェのね、出来と比べてみよ、この、はい、このアールジャジャもさ、この、ハンマーもこれ、ひどくねえ、これ。バンダイさん、もっとできたでしょ。頑張ってほしかった、もうちょっと。ねえ、ほんとに。ほんと、こう見るとね、みんな結構、この旧キットのディジェね、絶賛してますよ。うん。やっぱこう見ると、やっぱダブルゼータのキット出来ひどいね。これガルバも実質これこのガズエロとガゼレズもこれ実質これゼータ時代のキットだからね。ゼータ時代のキットに100円分のパーツを足しただけなんだけど、非常にクオリティ高いでしょ、これ。ゼータガンダムのキットだと、ほんとこの2個トップクラスだよ、クオリティ。他にあったっけ？こんくらいクオリティ高いの。ダブル、ゼータガンダムのキットあったっけ？ただこの2個相当バランスいいぜ。うん。メタスも良かったかな。はい、というわけでね。話はね、脱線しましたけど。今回このね、プレ版限定のね、ガズエロとガゼレズのレビューでした。はい。もうね、ほんと、この段階でね、誰が見てるのかっていうね、話ですけどね。うん、誰も見てなくてもね、撮ります。はい。ということでね、オナハでした。バイバイ。